高松大治は、兵庫県赤市出身のシンガーソングライターである。1986年4月23日兵庫県赤市市にて生まれる。1992年赤市戸場にある、野の池、小見線にて、野の地柔道サークルに入門。1993年赤市の柔道大会で、初優勝。以降小学校時代を柔道一筋で過ごし、 大将数多くの大会で優勝などの実績を残す。1999年東京都世田谷区にある私立国士館中学校に入学。両生活をスタートさせ、柔道日本一を目指す。2000年両親の離婚により、地元である明石市立野の地中学へ転入。2000年西日本少年柔道大会マイナス 73kg 級準優勝2001年宿母の 片身であるギターをいとこより譲り受ける。兵庫県中大連想合体育大会柔道競技 73kg 級優勝。近畿中大連想合体育大会柔道競技 73kg 級第3位。ギターを譲り受けたいと、この結婚式にて弾き語りを初披露する。曲は長渕剛の乾杯。中学の卒業式にて、初めての路上ライブを観光。 2002年兵庫県立赤市南高等学校入学。兵庫県交代連総合体育大会柔道競技第3位。以降、高校時代にも多くの実績を残す。路上ライブを拡大させ、西赤市大久保、赤市など近隣の駅にて、路上ライブで小遣い稼ぎをしていた。2004年数々の推薦がありながら、家庭環境の問題から、 大学進学を断念。以降、本格的な音楽活動をスタートさせる。2005年音楽活動名を、大事、都市、路上ライブ、ライブバーを中心にライブ活動を展開。2007年東京と早稲田にある、ミューズレコードより、着歌デビュー。楽曲、遠くへ、が3000曲ほど配信されているインディーズ。着歌配信サイト、キデビュー。 で3ヶ月連続ダウンロードランキング1位を獲得。2008年信用していた人間に騙され、200万近くの借金を背負う。2009年借金完済。音楽活動名を言葉や退治に改める。大久保にあるマイカル明石にて、初ライブ観光。24時間テレビチャリティライブにも初出演。老人施設や児童養護施設などでの遺問ライブにも、 精力的に活動を行う。九州一週間の旅では、お金を持っていかない、という、馬鹿げた企画をし、片道新幹線の切符のみを握りしめ、福岡へと向かった。路上ライブを重ね、一週間後に無事に明石に帰り着く。2010年明石街角ミュージシャングランプリにおいて、惜しくも3位入賞ならず、4月、右膝と肩に抱えていた爆弾を治療するための、 手術を決意。右膝前十字人体損傷復元手術。9月に左肩関節復元手術を行う。治療リハビリ中も音楽を傍らに置き、松葉杖をつきながらもギターを背負い、駅で弾き語りをすることもあった。神戸新聞掲載。2011年ミニコミ明石掲載。GO インターネット放送局にて、胎児のミュージックステーション、配信開始。 3月春の赤市高校生祭り開催。各地にて、東日本大震災チャリティ募金ライブ開催。赤市市立防海中学校にて、恩師のつてで柔道部の外部コーチを務める。言葉や退治から歌う柔道家高松退治へと解明。2012年愛尾学院高等学校赤市校、ベンチプロジェクトチームにて、絵本の読み聞かせライブを各地で行う。神戸新聞。 毎日新聞掲載。高砂文化会館上頓ん場ホールイベント出演。2013年暴行等学校卒業式サプライズ出演。暴行等学校進路説明会サプライズ出演。2014年幼稚園イベント出演。大阪大学アートと学校と社会から出演。神戸新聞掲載。2015年高松大治の人生記 アメブロにてスタート、月間 PV が5万を超える。北川大輔新曲発表ディナーショー出演。宮間広史松前広子ディナーショー前座出演。港川神社南高祭出演。数々の学校、施設など出演。赤市ケーブルテレビ園ヤン、赤市出演。赤市市民柔道大会にて、右膝前十字人体及び。 川副人体断裂。9月に入院、手術。2016年、北川大輔竹村小杖パクジュニョン、前田ひ美コンサート全座出演。港川神社南高祭出演。三河健一葵玄隊ドアルドコンサート全座出演。明石丸流しのミュージシャン出演。農業フェスティバル出演。明石観光 PR 隊として、明石玉子焼き広め隊メンバーで。 東京で行われた B1 グランプリにて、ゴールドグランプリ獲得。2017年ミニアルバム、おかん、発売。優先放送、カラオケジョイサウンドで配信スタート。5月7日、アカシアスピア9回死5000ホールにて、歌う柔道家高松大二 CD、発売記念ワンマンコンサート観光。3テレビ、アカシで A やん、出演。KBS 京都ラジオ。 森脇健二のサタデーミーティング、出演。赤石ケーブルテレビ出演。ラジオ関西出演。奈良 FM 配報、枯渇、浅見のまほろばコラムラジオ、出演。三河健一岡緑小田純平コンサート全座出演。角川広下川隅冠二郎神の三河コンサート、全座出演。漫才フェスティバル出演。2018年3テレビ、赤石でええやん。 出演1月から4月、ありがとうございます。